皆さん、こんにちは、こんばんは。いつもご視聴していただきありがとうございます。元大関の朝乃山は10月28日の秋巡業の朝稽古で左足を負傷、左腓腹筋損傷、肉離れと診断されて、2週間の安静か療を要すると診断されました。九州場所は四股とすり足できるかで判断するとのことですが、出場が決まり良かったですね。さらに11月2日には師匠である先代の高砂親方の長岡末広さんが小腸がんのため亡くなり、精神的にも落ち込んでいるのではないでしょうか。そこで今回は朝乃山の左足の具合や悲願の大関昇進についての考察をお届けいたします。朝乃山がふくらはぎの肉離れ。朝乃山は10月28日広島市で開催された秋巡業の朝稽古中にぶつかり稽古で小結び錦木をしている最中に突然動きを止めた。顔を歪めながら土俵を降りると左ふくらはぎ付近を押さえたということでした。錦木も肉離れ。ちょうどその2ヶ月前の9月2日には錦木も稽古総見が両国国技館で行われ、正代とのぶつかり稽古で足を痛めた錦木でした。稽古後に、肉離れした、すごく痛い、どうにか治します、そんなにひどくなければで稽古に行きたいと語って治療と調整に専念してはいて、休場することはなかったが、令和5年9月場所の成績は5勝10敗と大きく負け越していて、小結びから九州場所は西前頭4枚目と番付を落としているのです。肉離れの症状は、朝乃山は2週間の安静か療を要するという診断を受けて、11月2日の福岡市中央区の高砂部屋宿舎での朝稽古では鉄砲や腕立て伏せなど下半身に負担のない稽古にとどめていました。朝乃山は肉離れは初めての経験のようで、四股やすり足を再開できていないということです。治るのを待つしかない、まだ痛みがあるんでと現在の症状について語っていましたが、九州場所の出場までには回復するでしょう。歩く分には良くなってきて、あとは相撲の動きですね。ということで再発や慢性化も心配なので、無理をしないで慎重に対処していくようです。ただ錦木のように負け越さなければ良いかという心配はあります。6場所出場停止での陥落。朝乃山の最近の番付は2020年1月初場所に関脇昇進、同年7月場所には新大関に昇進するものの、2021年1月の初場所前から5月にかけてのコロナ感染防止対策の外出禁止期間中に合わせて10回接待を伴う飲食店、いわゆるキャバクラに出入りしていたほか、2020年11月場所の前などにも会食をしており、スポーツ紙の記者と口裏合わせをして相撲協会の聞き取りに対し治療に行っていたと嘘をつくなど証拠隠滅をするという悪質さもあり、6場所出場停止処分を受けて西三段目に12枚目となり、大関から三段目まで落ちたのです。さらに2022年7月には恩師の名前は名乗れないと深く反省し、四股名を朝乃山秀樹から朝乃山博樹と変えている。朝乃山の現在は2022年7月にはようやく6場所出場停止処分が明けて3段目では全勝優勝し、約1年で番付を前頭筆頭まで荒れてきているので、2024年初場所からは三役入りを目指しているので、何としても九州場所では勝ち越したい心境だと思います。先代師匠の元大関の朝潮が亡くなり、恩返しもしたいという気持ちも大きいはずです。亡き師匠に恩返し、大関へ再度挑戦。朝乃山は先代師匠の訃報を聞き、体調が悪いとは耳にしていたけど驚いています、まだ67歳で亡くなるには早い年齢なので恩返ししていかないといけない、それが一番だと思います。近代の大先輩にあたるが、連敗した時は食事に連れて行ってもらいリフレッシュできた、おおらかな方でした。また師匠に最後に会ったのは9月の秋場所14日目で、正代に立ち合いからもろ差しを許し一気に寄り切られ、2桁に届かない9勝6敗という成績に、ちょっと怒っていまして、お前は体があるんだからしっかり前へ出ろと言われた。入門から教えられた前に出る相撲を心がけ、白星を積み重ねて恩返しをしたいと語っており、来年こそは大関の地位を獲得し横綱を目指していくことでしょう。朝乃山は令和元年5月場所では西前頭8枚目で12勝3敗の成績で幕内初優勝し、殊勲賞敢闘賞を獲得し、当時のアメリカのトランプ大統領からアメリカ合衆国大統領賜杯を授与されています。
亡くなられた先代高砂親方や地元後援会関係者は2度目の優勝や大関の再度の昇進の日を心待ちにしてることでしょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。あなたのコメントやいいねをいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは失礼いたします。